ジェスチャークイズ。皆さん意外とノリがあんまり良くないですね。あれなんか一生懸命袋をもらったような気もしますけれども、それじゃあ始めちゃいましょう。じゃあくまモンにこれから熊本の、まあ、有名なもの、有名なところ、いろんなところをジェスチャーで質問をしてもらいます。で、それが分かった人は手を挙げてください。で、手を挙げていただいて、誰に当てるかはすいません、私に決めさせてください。で、当てた方にはマイクをお持ちいたしますので、大きな声で、答えを答えてください。その答えが合っているか間違っているかはくまモンが判断をいたします。お楽しみに。じゃあ第1問いきましょうか。いいかな。はい、じゃあくまモンジェスチャークイズ第1問、これなーに。熊本の有名なとこですよ。なんか食べてるのね。うん、多分みんな分かってますよ。絨毯食べるの、なんか食べてます。食べるものだそうです。分かるかな。さすがに今のじゃ分かんないでしょうね。えもうちょっとヒントありませんか。くまモン、赤いの、赤い、切る、切ってる、うん、食べる、赤いものを切って食べる、なんでしょうね。分かった人手を挙げてくださいね。分かるかな。じゃあちょっと一番前のお姉さん、大きな声でお願いします。馬刺しでしょうか。馬刺しでしょうか。くまモン正解だそうです。おめでとうございます。よくわかりましたね、今ので。私全然わかりませんでしたよ。はい、そうしましたらくまモンからプレゼントを差し上げます。ありがとうございます。熊本の馬刺しはですね、霜降りでして、お肉の中に脂肪が入り込んでおりまして、とろっと甘い美味しい馬刺しがございます。ぜひ皆さん食べに来てください。